ぐ終わる。そんな大声出さなくてもいいわよ。ただ転んだだけだから。チラシが。ありがとう。何が？頭よ。キャラって。ドジじゃなくたって転ぶときは転ぶわよ。だからたまたま。100回中の2回がたまたま最初に来ただけよ。あと98回転ばなかったら確率は 2% よ。平気。気のせいだって。風邪もひいてないし熱もない。私の話聞いてる？これは信じてくれないの？
かったわよ。言ったでしょ、なんともないって。本当に心配性なんだから。体に悪そう。根拠のないセリフ。それより昼休みもう終わっちゃうわよ。そうだけど。別にそういうわけじゃ。じゃないって言ってるでしょ。全然晴れてないじゃんか。ちょっとあった？保健室？何かあったの？保健室に行ったのか。そうだけど。チラシを貼ることもせず。ユートがどうしてもって言うから。そうよ、私はいいって言ったのに。いやー、ユートの提案通り保健室に行くべきだろう。あるとはいえ、まだ野外はどうかと思うし、廊下なんてもってのほかだ。しかし、神聖なる学び屋でそんなハレンチな行為を、このケダモノが。自業自得。相変わらず腰の入ったいいストレートだぜ。
姫原のスナップの効いた平手打ちと五分だな。こんなバカは放っておいて、なんで保健室行ったの？そうなの？別にいつもと変わってないけどね。ゆうとが聞かなくて。痛みを乗り越え、女は成長するものだ。死ね。痛くしないで。さっきよりもろに入った。チラシ貼りお疲れ様。見てたから。二人とも一生懸命だったからね。ソラちゃん、ずっとユウくん見てたよ。気になってる証拠だよ。うん、それに本当にユウくんのことを嫌ってるなら一緒に行動しないでしょ。リョウくんに言われたって別行動ができるんだから。どうしたの？ゆっちゃん。ステア、全然できてない。別に謝る必要なんてないわよ。
調子が悪いようだし、明日にしようか。明日は早番だし。それじゃあ今日は早く寝なさい。おやすみ。ちゃん、おはよう。具合は大丈夫？そう。でもあんまり無理しちゃダメよ。それならよろしい。もう少しでできるから、ちょっと待っててね。夕飯は何がいい？いらっしゃい。オリジナルカクテルの練習はどうだ？
そうか。あれから家でちょくちょくやってるけど順調だぜ。変に器用ってなんだよ。本人を見ればわかるさ。睡眠時間削って練習してるんだろ。いつもより就寝時間が30分遅くなっただけで死活問題だ。何？あ、ごめん、ちょっと寄るところがあるから。じゃあね。順調ね。お、分かってきたな。前までの空ならごめんも寄るところがあるからも言わないからね。そういうことだ。気づいていないのはユウトだけか。いや、ん？空もだよ。その時間に帰ったとしても私の方が全然早いじゃん。変なユウくん。ごめんごめん。いろいろと忙しいみたい。
身体的疲れは寝れば取れるけど、精神的疲れは寝ても取れないからね。考えないのは良くないけど、考えすぎも良くないよ。まだ笑えるから、そこまで重症じゃないかな。出なよ、切れちゃうよ。それはもうすぐわかるじゃん。その気持ちわかるよ。